数学臨時休業中の課題について、1年生の皆さん元気に過ごしているでしょうか数学の臨時休業中の課題へのアプローチの仕方について簡単に説明をしていきたいと思います。もうすでに取り組みが進み、だいぶ進んでいる人、または、えー 終わりに近づいている人もいるかなとは思いますが、今一度この説明を見て、自分の取り組みについて振り返ってみてください。まず、今回休業中に皆さんに提示した課題の目標はこの2つです。整理整頓をし、まとめる力、自己管理スキル。それから、 振振り返りりり返返をする力、振り返りスキル。この2つは自分がまず教科書に書いてあることを整理しまとめ、えー、そして問題集趣ないしは教科書の問題を解くまたはそのやった過程を振り返ることによって基礎的基本的な知識を知識理解を身につけることを目標としています。 つまり、この一つ目の目標と二つ目の目標は連動しています。皆さんが一番を意識して取り組むことによって、二番の知識理解の定着をより確実なものにしていきたい。これが本課題の目標です。それでは、今回の課題については、二つやるべきことがありました。 えノートにまとめることそして問題集の問題を解くということあとは全体を通しては振り返りもありますが行動としてはこの2点でしたまずノートにまとめることに関してのポイントをお伝えしますまずは教科書をしっかりと読み込み 内容を理解してください。自分で教科書を読み込み、理解をすること、これによって、行間を理解し、自分でその内容をより深く考えることができるようになるはずです。したがって、ノートにまとめるとき、ただ写すだけにならないように気をつけましょう。 これはただのコピーです。色などをつけて見やすくまとめるとより見やすいものが出来上がるかなと思います。ただ、この見やすさというのは自分の理解だけでなく他の人が見ても伝わるようにという意味合いもあります。自分が理解をしたものが他の人にも書いてある字で伝わるように まとめてみてください。続いて DIY アルジェブラ1の取り組みに関してです。問題は理解できるまで繰り返し解きましょう。一回解いただけで満足することなく、繰り返し繰り返し解くことで身についていくはずです。また、問題によっては、 わからない問題もあるかなと思います。その場合は、回答編の答えの冊子がついていますので、そちらを見て解読をしてください。決して問題を解いているときに答えがわからないから見てはいけないということは言いません。わからない場合は、答えを見て解読をするようにしてください。 回答をする際は、できる限り途中式も書き、間違えたところは消さないようにしましょう。この部分はとても大切なところです。よく間違えた部分を消して修正をしようとする人がいますが、それはしてはいけません。まず一つは自分が間違えたところはどこの部分だったのかを理解するためには、 消さずに残しておくことが大切です。また少し目線を変えればその考え方ある問題に対しては間違えた取り組みだったのかもわかりませんが場合によっては活かせる何かがそこに隠れている可能性も否定はできません。ですので間違えたところは消さないようにしましょう。 これが大きな二つの取り組みでした。えー、この二つを行った上で皆さんには振り返りをすることも課題に組み込んであります。振り返りは自分の力を定着させる上でとても大切なことです。必ず振り返りを行ってください。また振り返りをする際は 自分が行った行動を書くだけではなく、具体的に、詳細に振り返りをするようにしてください。例えば、今日数学の〜何々ページと〜何々ページの問題集の解いた。では、これはただ行った事項を書いただけです。振り返りというのは、自分がどのように取り組んだのか。または、 どのようなところに疑問が残ったのか、また、どのようなことが理解できたのか、できるようになったのか、など具体的に書くことで、次の自分の学習や他の教科の学習に生かすことができるようになります。ぜひ意識をして取り組んでください。それでは、残りの課題、残りの日数、頑張って取り組みましょう。 くれぐれも健康には十分気をつけてください。